彼方へ、お前を遮るものは何もない。高弘選手対アダニア智弘選手です。鈴木選手は激しい打撃に定評があり、噂では奈良で人力車を引いて足技の強化に励んでいたそうです。一方アダニア選手なんですが、沖縄出身で身体能力が高く、沖縄での大日本対抗戦でプロシューターの岡田選手に見事勝利を収められたそうです。この2人は激しい打撃戦が予想されます。楽しみです。ライジングオン第4試合、ライジングオン VS 天下一リーグ対抗戦ラウンド2、バウンダム級5分2ラウンドを行います。青コーナー160センチ、 60.4キログラム、 東進所属、全沖縄 MMA バウンダム級2位、アダニア智弘。赤コーナー64センチ、 60.2キログラム、 ワンズ研修会チームバモス所属、鈴木高志郎。レフェリースピーダー研修。ラウンド1、
第4試合、アダニア智弘選手です。開始早々1分33秒で KO ということでしたけれども、いかがでしたか？まあ、初の大阪で平日でも試合ということで緊張しましたけど、まあ、一本取れて良かったです。緊張も見えないぐらいの戦いぶりでしたね。めっちゃ緊張してました。では、応援してくださったファンの方々に一言お願いします。これのために応援してくれた人たち、ありがとうございます。またこれからも頑張るんで応援よろしくお願いします。これからも頑張ってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。